ジャールカンド州はインドの中部にある州。州とはラーンチー。2011年の人口は3298万8134人で、面積は7万9700キロ平方メートル。2000年にビハール州から分離された。ラージマハルトラップは広大な火星活動の痕跡としてできた海岸上の丘で、 東ゴンドワナ大陸から分離したインドア大陸がユーラシア大陸に衝突した際にデカントラップと共にできた。チョーターナーグプル高原、ラージマハル丘陵がある。ジャールカンド地方には中石器、同期時代から人が居住しており、古代の洞窟壁画によってそのことが示されている。石器は、 チョーターナーグプル高原から発見されており、中石器時代から新石器時代のものと見られている。また、古代の洞窟壁画が、ハザーリーバーグ県のイスコーにあり、同期時代中期のものと考えられている。パラームー県内のソーナ川と北高野リー川の合流点にあるカブラカラーフンボでは、新石器時代から中世にかけての様々な遺物や美術品が発見されており、 赤色土器や赤黒色土器、黒色土器、黒色殺問土器及び北方黒色磨き土器の陶片は、同期時代から中世後期のものが発見されている。新波ブーム県では鉄鉱スラグや採石器及び陶片画が発見されており、放射性炭素年代測定によって紀元前1400年頃のものと判定されている。デーブ・ガルのバイド・ヤナーとジオ・ティルリンが人員。 聖地、シカルジーにあるジャイナ教のパラスナート寺院。20人のティールタンからのネハンの地と伝えられる。古代のジャールカンド地方は、マウリア朝や、グプターサ、ガウル朝パーラーサ、ナーガバンシー朝などの帝国や小王朝によって支配されていた。紀元前500年頃の16大国の時代には、ジャールカンド地方は、マガダ国とアンガ国の一部であった。 マウリア朝時代には、アタビカと呼ばれる諸国に支配され、アショウカ王大の紀元前232年に、マウリア朝の統治下に入った。グプタ朝のサムドラグプタ王は、現在のチョーターナーグプル地方を興軍する都市、マハーナディー渓谷の南コーサラ国に対する戦法を命じている。7世紀には、中国像の現状が、ジャールカンド地方を旅したが、 カルナスバルナ王国とシャシャンカ王国が統治しており、カルナスバルナ王国の北は、マガダ国に、東は、チャンパー王国に、西は、マヘンドラ国に、南は、オリッサ国に接している、と記している。ドゥムカー県にある、マルーティー寺院。中世のジャールカンド地方は、ナーガバンシーアサ、カヤラバーラアサ、ラームガル政権及び、チェーロー王国によって支配された。 1574年には、パーラム県まで勢力を伸ばしていた、アクバル帝のムガル帝国が、マーンシンハ一世によって侵攻されており、その後もムガル帝国地下では、他勢力の侵攻が記録されている。アーニナータ・シャーハデーブ王によって建立された、ラーンチーのジャガンナート人員。また、ナーガバン市長のマドゥシンハ王の勢力圏でも、アクバル帝敗下の将軍が、ナーガバン市長の首都、 ククラガルに進攻しており、道長のドゥルジャンサール王の治世にも進攻している。1658年から1674年に、パーラムーを支配したメディニーラー王は、ガヤー南部及びハザーリーバーグーまで半島を拡大し、ナブラタンガルを攻撃して、チョーターナーグプル高原のナーガバンシーチョを打ち破った。パーラムー城、ナーブラタン城、パーラムー地方における、 チェーロー王国の統治は19世紀まで続いたが、内紛により弱体化して、イギリス東インド会社に敗北した。パーラムー地方は後に、イギリス政府によって売却されている。チェーロー王国、ナーガバンシーアサ、ラームガル王国及びカラグディハーは、イギリス東インド会社の支配地となり、ラームガルハン王国や、その他の領主の土地は、高級的にザミンダーリー勢が敷かれるようになった。 カラーグリハーでは1809年からラージダーンワル王が認じられ、またコーダルマー、パールガンジ、レイドーなど一部の土地ではザミンガーリー勢も敷かれてカラーグリハーガーディーが置かれた。チョーターナーグプル高原の諸藩王国はマラーター帝国の勢力圏になっていたが、19世紀初頭のマラーター戦争の結果イギリス東インド会社の俗国となり、 チョーター・ナーグプル・ショーハン王国と呼ばれるようになった。イギリス東インド会社によるジャール・カンド地方の植民地下は住民の抵抗を引き起こし、1769年にラグナート・マハ島が主導した反乱を皮切りに、1771年にはラージ・マハール丘陵で先住民パハーリアーの指導者ティル・カー・マーアンジーが領主、及びイギリス政府に対し反乱。 1779年には、マーンブームで、ブーミジ族がイギリスによる支配に対して、武装放棄した。イギリス東インド会社のザミーンダーリー制に反対した1855年のサンタールの反乱。19世紀には、さらに激しさを増し、1807年には、バルウェイのウラーンウ族がシュリーナガルから赴任した領主を殺害。 1811年と1813年にはムンダ族が反乱を起こし、1812年には在地領主であったバクタルサーアイとムンダル新派の二人がイギリス東インド会社を相手に戦った。1820年には新派ブームで法族が反乱、1832年には西ベンガルでコール族が放棄、そして1855年には 兄弟のシドゥとカーヌーに引きられたサンタールの反乱が起こった。1857年、フソデンライのジャーギンイルを受け継いでいたボーグター系カルワール族の族長兄弟であるニーラーンバラとピーターンバラがイギリス東インド会社に対して反乱を起こした。この年の5月10日にはインド大反乱が始まり、タークルビシュワナートシャーデイウやパーンデーガンパトラアイラが イギリス東インド会社に対して放棄して、チャトラーの戦いにおいて、反乱軍と東インド会社の間に戦闘が発生した。この他インド大反乱では、ティカイト・ウムラーン・ウシンハ、シェイク・ビカーリー、ナディール、アリ、ジャイマンガル・シンハらも中心的な役割を果たした。インド大反乱の後、イギリス東インド会社によるインド支配は、ビクトリア女王と王室に移管され、 女王は1876年にインド女帝を名乗った。1882年にチェーロ王国やカルアール族が再び反乱を起こすが撃退された。また1895年にはビルサー・ムンダーの反乱が起き、1900年まで続いた。この時期の反乱は、主にクーン・ティー、タマール、サルワダー、バンドガオンなどのムンダ族居住地域に集中していた。 ラームガルにおける第53次インド国民会議の模様。1905年10月、ベンガルカンク政庁からヒンディーゴアシャ人口の多いチャングバーカル州、ジャシュプル州、コーリアー州、サルグジャー州及びウダイプル州は中部地方州政府に所轄が移され、オリアーゴアシャ人口の多いガンガープラ州とバネイ州の2州はオリッサ族州に移管されて、 カラスアーン州とサランイケーラー州のみが、ベンガルパンクに残留となった。しかし1936年には、これら九州はすべて東部諸州成長に移管され、各州の司令下に置かれていた官僚たちは、インド総督の直接支配下に入った。1940年3月、第53次インド国民会議が、ラームガルで開催され、アブルカラームアーザードを議長としてマハートマガアンディー。 ジャワーハルラールネールーラー、インド独立運動の有力者たちが出席し、産業博覧会なども開催された。スバーシュチャンドルボースも同時期に会議を主催している。先住民28%、指定カースト民12%、その他60%。ウランジャドゥゴダ。石炭ゴッター県には炭鉱が存在する。ジャールカンド州の行政区画。 パラミュグンガルワーケンパラームーケン、ラーテーハールケンキタ、チョーターナーグプル郡、チャトラーケンハザーリーバーグケンコーダルマーケン、ギリーディーケンランガルケン、ボーカーローケンダンバードケンミナミ、チョーターナーグプル郡、ローハルダッカーケングムラーケン、スイムデーガーケンランチーケン、クーンティケンコルファングンニッシングブームケン、サラーイケラーカルサーワーンケンヒシシングブームケン、サンタール、 カルガナ・軍ジャーム・ター・ラー・県、デオ・ガル・県ドゥ・ムカー・ケン・パークル・県、ゴッダ・ケン・サー・ヒブ・ガン・ジ県。ありがとうございます。